ということでね、結構動画長くなっちゃってると思うんですけど、最後に詳しい仕様を、どうぞ。CPU はクワッドコア、テグラ3、メモリは 2GB、ストレージは 32GB モデルと 64GB モデルがあるけれども、実際に使える容量は 32GB モデルが 16GB、64GB モデルが 45GB です。結構もう最初からなんか入っちゃってる感じです。本体重量は約 675g。サイズは 27.5cm、17.2cm、厚みが 9mm でございます。液晶モニターのサイズが 10.6 インチ、解像度は 1366×768ピクセル でございます。これは MacBook Air の11インチと同じ解像度でございます。ちなみに iPad 4 Retina ディスプレイは 2048×1536 でございます。結構粗いんだけど、まあ見てる感じ粗いです。バッテリー稼働時間は8時間。今気づいたんですが、縦にもなります。はい、では Surface RT の細かいところを見ていきましょう。まずは上の部分、ここにあるのはマイク、そして電源ボタン。右側面こんな感じになっていて、ここが AC アダプターを挿すところ、磁石でくっつくところですね。で、ここが USB2.0 です。あ、こっちが USB3.0 で、こっちが 2.0、 こっちが 3.0 で、こっちが 2.0、 こっちが 3.0、 こっちが 2.0 で、俺が 4.0 です。で、これがマイクロ HDMI で、ここがスピーカーで、このまま反対側行きます。こっちが下ね。で、こうギュッと反対側行って、はい、これが左側面ですね。こっちが下です。ここが何にもなくて、これが音量ボタンで、これがイヤホンジャックに、これがスピーカーで、一番下ですね、タッチカバーとかタイプカバーをつけるところのこの端子だけがあります。そしてこいつを裏返して、これがね、背面です。これうっすら Windows のマークがありますよね。ここがね、カメラ 720p の HD カメラです。この端っこに、ね、どっちにもマークを置いてくる。なんか書いてある、ここになんか書いてある。今発見しました。32GB って書いてありますね。22度の傾斜がつけられるということみたいです。で、これをこう立てると。で、一回ちょっとカメラ撮ってみていいですか。カメラ撮ってみますね。はい、この状態からカメラのアプリを押します。そうするとこれがインカメラで、アウトカメラに切り替えもできます。これね、まあ、これでちょっとね、動画も撮って、画質はあんまりインカメラもアウトカメラも、あんまりいい感じはしないんですけど、まあ、テストで動画アップしてみたりもしたいですね。撮ってみようか。はい、撮った、撮っちゃった。押しは撮れるんですね。はい、撮れました。はい、というわけで長々とやってまいりました Surface RT のレビューなんですけれども、結局これはどんな人におすすめなのかなって僕考えるとですね、こうモバイルで持ち歩けて、 Excel のオフィスが使えて、しかもネットもちょこっとできるよという感じで、だったらね、普通のタブレットに Bluetooth キーボードつないでじゃあいいじゃないかとか、あと MacBook Air の10インチで よくねっていう人もいるかもしれないですけど、Windows めっちゃ好きな人とかね、今更 Mac はっていう人とかね、Surface Pro は多分もっと高くなっちゃうと思うので、まあお手軽に Windows をモバイルで持ち歩けるっていうような用途かな。だったらね、ウルトラブックとか言われてるね、他の薄い PC でもいいような気がするんですけど、まあそこはね、まあ、タッチできるしみたいな、まあ、他のもタッチできるのか分かんないけど、これなんだろうねこれなんでしょうね、これね。だからやっぱりね、みんなね、ネット上とかでもね、ボロクソなんですよ。でも僕なりにちょっとね、これからまだ僕は触り始めたばっかりなんで、これから僕がやっていきたいことはね、まずはね、なかなか他のタブレットにはない機能としてね、USB2.0 のあれがあるんで、ここにカメラとかプリンターとかなんかさせたりするらしいね。これなんか面白いことできないかなっていうこととですね、あとはなんだろう、このね、もう一個キーボード買ったんで、このキーボードを使って普通にバチバチ打てるような環境ができるのかどうかっていうこととかね、いやー相当長くなってしまったと思いますが、これね、Surface RT、もう何ヶ月かしたら Surface Pro 出ちゃうんじゃないかなっていう感じはするんですけど、とりあえず Windows タブレット初めて日本で出たということで飛びついてみました。皆さんもよかったら、量販店とか行けばね、普通に置いてると思うんで、触って確かめてみてください。反応はすごくいいです。ただ機能的に完璧な Windows じゃないっていうだけの話です。完璧なオフィスじゃないっていうだけの話です。それでもいいのかって話です。で、こうやってね、畳めば、おいと、スマートっていうね、ことなんですよ。はい、以上、瀬戸康史による Windows RT が入ってる Surface RT のレビューでございました。皆さんもよかったら、チェックしてみてくださいね。じゃあなー。